板倉港、とてもいい選手。シティフットボールグループの産物。板倉港、本当にうまい選手。感激。日本人の素晴らしい試合。彼に銅像を立ててやれ。板倉港は今夜のグラードバッハにとって信じられないくらい良かったようだ。板倉港は今のところ、ボルシアにとって素晴らしい契約だ。盤石な守備と常に完璧な試合の読み。ボールさばきも良かった。すでにこの最初の数週間でベストのセンターバックの一人だ。そしてこれは彼のデビューシーズンに過ぎない。板倉港とヨナス・ホフマンは両者とも、ボルシア・メンヘングラードバッハにとって決定的だった。板倉港、一流の選手で、グラードバッハにとって質の高い契約だ。板倉港は、ボルシア・メンヘングラードバッハにとって、特別な遺跡のように見える、早い段階で、ブンデスリーガの今季最高の契約の、一人になりつつある。開幕3試合でのグラードバッハに、いささか感心させられたよ。板倉港は、守備面で素晴らしい活躍だし、マルクス・チュラムは再び良かった。彼らは今夜、ブンデスリーガの首位に立った。絶対的なマシーンにふさわしい。我々ボルシアにとって、なんという財産だろう。素晴らしいメンタリティを持ち、すべてを明確にする。彼は間違いなく、観客の人気を集めるだろう。近年最高の遺跡の一つ。間違いなく、素晴らしい遺跡だ。シャルケファンが悲しむのがよくわかる。こんなに期待されてるサッカー選手、久しぶりに見たかも。板倉港はなんて素晴らしい選手か、そして何よりも彼のサッカーが、近代サッカーに関心のあるチームにとって最適な人員配置とは言えないポジションのボルシアを即座に向上させたということだ。彼を愛してる。板倉港、君は俺の人生の愛だ。板倉港、俺の妻とセクースさせてやる。板倉港、俺も日本人だったらな。ヘルタのファンとしてでさえ、全くもって当然だ、と言わざるを得ない。彼はクリアをしながら、他の選手とは比べ物にならないほどの落ち着きを放っていた。こいつは狂ってるよ。残りのシーズンも頑張ってくれ。板倉の問題を別な形で解決することが急務だった。板倉の冷静沈着さは我々に欠けている要素だ。私は彼が私たちの元を去った時、すぐに彼なら間違いない。2年後には世界のサッカー界で力を発揮するだろう。と言った。これほど堅実な守備は、ほとんど見たことがない。シティもイラついてるんだろうな。お金がないのが残念だった。いたーあくらーあ、君は最高だ、幸運を祈る。ファルケ、イコール、板倉に対する俺ら全員、